様の Q&A の時間です。どうもどうも皆様こんばんみ。はい、ジレ西山の Q&A は、ただ単にみんなでダラダラ喋っていこうっていう時間でございます。そうなんだ。そう、我々はね、こんだけ長い付き合いになっても意外に喋っていないことがあるわよということで、今まで習い事何やってたかとか、部活何やってたかとか、うん、アルバイト何やってたかというのを喋ってきました、うん、で、そんな今日は、はい、パンジャイルド祭り5が間近ということで、はい、稽古をした終わりの時間帯ということで、はいはい、前回いっぱいいっぱいインタビューさせてもらった純子もおります。今回もよろしくお願いします。お願いします。ご参加よろしくお願いします。で、その前回も純子に全部話してもらったんですけど、うん、その時っていうか、その前の段階でいなかったマキオという女がですね、うんうん、今日はおります。で、アルバイトをマッキーから聞けてないので、うん、ぜひ聞いておきたい。はい、アルバイト何やってました？アルバイトめっちゃたくさんやったから、ほう、バーッと言っていくね。言って。本屋さん、大学の就職課、選挙候補者秘書、あとクレープ屋さん、外車のジャガーのディーラー、美術館のコンパニオン、ガソリンスタンドの旗振り、デッサンモデル、喫茶店のお運びさん、コンビニ屋さん、以上ですね。そんなもんです。ん、言えるものはね。ちょいちょい怪しい。なんかすごいの出てきたよね。あれ？すごいの、なんか あと言えないものもちょいちょいあるけれど、はあ、うん、あ、言えない。そこが怖いわ。うん、言えないやつあと何個ぐらいあるの？今思いついてるだけで3つくらいかな。あ、うん、いろいろやってますね、うん、それは何、続かないの？短期。なんかだって多いからさ、人より。そうだね、あ、短期の募集、ね、はい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 、そういうものの方が割が良かったりするじゃない。短期っていうから日が短いからすぐやめちゃうから。へー、そうそう、すごいいろいろ経験してる。そうそうそう、なるほどなるほど、わかりました。哲也にも聞けてないんだな、アルバイト。そうだっけ、あ、聞いてないか。うん、またじゃあ哲也くんがね、はい、5は参加しますん です、ね、来た時に聞きましょう、うん、はい。で、今日は新ネタでございます。今日はちょっとミーハーに、ミーハー話したいなと思って、はい、今まで生きてきた中で、うん、たまたまというかばったりというか、うん、芸能人、うん、会いました、うわ、うん、テンション上がったわっていう、うん、そういう芸能人話をしたいなと思います、うん、じゃあ軽く僕からいきましょうか、はい、軽く阿部ちゃんから。アニー、うんうんうん、結婚式に兄、ああ、アニミュージカルのアニかと思ったよね。そっちのミュージカルって思った。お兄様ね。お兄様のお兄ちゃん、お兄ちゃんの結婚式に急にサプライズで、うん、キム兄が来たんですよ、うん、へー。たまたまその結婚式場 あのテレビが入ってて、取材でみたいな、うん、知らされてない誰も、うん、関係者は知ってたのか分かんないけど、あるやつだ、テレビで。すごい。で、たまたまあの家族席って一番後ろで、ね、うん、はいはい、で、後ろに急に来て、あれ誰かいると思って、キム兄と思って。まだ今ほどそんなに売れてなかった頃、出てびっくりした。すごい、今やと。へー、すごいね。よくテレビで見るけど、それに当たる人ってめったにいないはずだけど、うんうんうん、結婚式場をこう見るみたいな、どういう友達がこういう余興をしてみたいな編集をされてたけど、あー、へー、あ、今って本当にいきなり来るんだね。うん、なんか知ってる人がいるのかもしれないけど、僕らも知らないので、うんうん、おわーと思って来ましたね。へー、面白い。そういう時ってね、空気が悪くなる時あるけど、全然盛り上がった。うん、本当、うん、もう、あ、もうだいぶ前すぎて忘れてる。あ、そうか。でも、そんなになんか嫌な感じで、もう取材みたいな感じだった。キム兄がなんか、うわーって盛り上げる感じではない。レポーターとして来てたので。あ、なるほどね、うん。じゃあ、テレビの撮影つながりでは。はい。マッキー。はい。あのね、後楽園遊園地に遊びに行った時に、うん、多分ガキツカかなんかの撮影をして見えたのね。おお、で、私が見えた唯一の芸能人が、うん、オスマン・サンコンさん。サンコンさん、なんかすごいこう、なんていうの、ジェットコースターみたいなの乗って、うわーっ
って言ってる声が聞こえました。それぐらいですね。なるほど、撮影をちょうど見たのね。はいはいはい。じゃあしんちゃん、撮影してるシーンで思い出したけども、ちょっと前、どうだろう、1、2年前かな、よく名古屋の街角であのロケしてる番組の、のを見かけるんだけど、ジョイを見た。で、実際に見て、自分が、僕が思ってたより背が高くないんだなって思う。あんまり言っていいのかな、まだまだ。とか、まあ、名古屋駅で松井ジュリナちゃんが、あの今はないんだけどソフマップっていうのがあって、CD やみたいな、でそこに SKE のニューシングルっていうポスターがこうやってあるところの前で、そのポスターと一緒にマネージャーに写真撮ってもらってるのをたまたま通りかかって見かけて、実際に見たら、僕が思っとった以上に可愛かった。そんな感じかな。なるほどな。あさみは？私はね、一生懸命いろいろ思い出してたんだけど、あのエレベーターって乗り合わせることが結構多くて、書き出したんで、藤田誠さん、はい、それから蜷川幸雄さん、市川恵美也さん、あと美輪様。はぁ、ごっついメンバー。美輪様、美輪明宏さん。めっちゃすごいメンバーだね。で、美輪様の場合は今でも覚えてるんだけど、私なんかこう下向いてて、目閉じて下向いてて、開いた時に明るかったの、目を閉じてるの明るくなって、バッて目を開いて、あはっていう明るかね、なんだろうって思った。ただお二人亡くなってて一人神様って言うのそうね、神様。で、あとはね、あのお芝居をどっか見に行った時にもう忘れちゃったんですけど、何年か前に矢島さん、本名は何だっけ、森沼さん、矢島、そうそうそう、が隣の席だったんです。で、その時になんかこうなんかちょろちょろって挨拶をしたというか、お話をしたんですけど、で見に行った翌日別の舞台を見に行った、あ、東京ね、これで翌日別の舞台を見に行ったら、その舞台には矢島さんが出てたんです。私キャストを知らなくて、でちょうど客席に降りてくる、あれ客席なんか客席円形だったのかな、なんかそれもあんまり覚えてないです。とにかくここに立ったんですよ、私の目の前に。で他の人がなんかこうセリフを言ってる間に、昨日はどうもっつって、覚えててくれたんだと思って、その時はちょっと芝居の中身すべて吹っ飛んで、それだけがすごい嬉しかった。それを覚えております。昨日はどうも、すごいな、嬉しかった。そうか、純子さんは？私はあの元不良の、元不良で有名な俳優さんの、うかじさん、うかじさん、あのよく歌いに行ってる錦にマイルスっていうジャズクラブがあるんですけど、そこのママが昔東京にいて、うかじさんとすごい仲が良かったんですって。うかじさんがこっちで仕事があるとたまにいらっしゃるんですよ、マイルス。で、なので私のライブの日にたまたまいらっしゃって、ワンステージかツーステージか聴いてってくださって、で、あのステージの最後に歌った曲は何ですかとかって、すごくいい曲ですねみたいな感じでお話ちょっとしたりとかして、めちゃくちゃいい人で、めちゃくちゃでかかったね、でっかい。一緒に写真撮ったらもうなんか本当に私が宇宙人に見えるもうなんか私が本当になんか気持ち悪いぐらいちっちゃくて、私ぐらい大きかったです。逆に見ていただいてるっていうポジションがすごいな。すごいね。すごいね。すごい。なんかね、変に緊張しますね。私も宇梶さんは、まあ、友達が共演していたのもあったけど、結構なんかね、よく会ってました。たまたま新宿の階段をこうすれ違う時もあったし、あ、また宇梶さん、あ、また宇梶さんだ。大きいよね。すごい目立つから余計に私も見つける感じが。私はでも東京にいたので、もう当たり前のようにね、本当に普通におもちゃ屋さんに行けば河本ひろとさんがいたりとか、すごいごっつい人にはめっちゃ会えてるんですけど、一番その中でテンション上がったのは、私が舞台芸術学院っていうところに通ってた時に、一回あの校舎を変えるって言って仮校舎になったんですね。で、上野の近くの田原町っていうところに
あの仮スタジオみたいなのがあって、うん、で昼間はその学校が使うんだけど、夜は本当に貸しスタジオだからいろんな人が来るんですよね。だからそこでダウンタウンの撮影あったりとか、レミゼのチームがそこで歌の練習してたりとか、もう当たり前のようにバタバタ会えるので、もうなんか結構こっちに今日は誰みたいな勢いだったんだけど、一回本当に私がまた帰るのが遅くなって、よし帰ろうと思ったら誰かいるなと思ったら、坂本龍一さんだったんですよ。教授がいるってなって、私すごい好きなので、うん、うぎゃーってなって帰るのをやめてしばらくいました。用事もないのに、なんとなく同じベンチにこう座りに行ったりとか、当時携帯とかがないから、なんか教授が電話喋ってんなと思ったら、その後に私10円用意して持ってって、教授が触ったで電話で受話器を取って、誰にもかけてるわけじゃない、あ、もしもしとかって喋って触ったったみたいなことがあったり、時が時ならない、そう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 だよね。もうそれぐらいで、教授がある程度なんかこうね、スタジオに入ってくまで見守って、よし帰ろうみたいな。坂本さんにお会いできた時はね、よかったな、仮スタジオと思って。それはもうエレベーターなんか本当にすごかった。毎回誰か乗るとあのいて、キャーって感じ。ただ私がこのね、教授話を自慢したくてこのネタにしたんだろうなって。前振りだ。そんな話。私もでもトラブリューの高橋ジョージさんがうちの兄の結婚式でいらっしゃってたよ。奥様の方が親密にお友達で付き合ってたみたいで、そう、あれっていう、そうそうそう。でも何でもないが売れる爆発するちょい前だったから、大概の方があのロッカーは誰だねみたいな感じだったけど、うちの兄がもうすでにファンで、写真撮ってもらってて、お前を撮ってもらえよみたいな、ツーショットのすごいいい写真持ってる。すげえ、生徒生徒見た、うん、そう、あの映画撮ってたやつね、ロードの映画を撮ってた。その時に僕セットに移り住んだばっかりで、その時でコンビニ行ったら、なんか女の子が写真撮ってくださいって誰かと撮って、でパッと見た時一瞬で誰か分からなくて、ロッカーだと分かんない、なんか矢沢永吉かなんかとちょっと勘違いしちゃって、遠目から見た、確かに、でもよく見たら、あ、このかっけえトラブリューの人やと、そしたらちょうど映画撮影を瀬戸で撮ってるっていう、そうそうそう、うちのその兄が結婚した相手の人も瀬戸の人で、でいつもよく遊びに来てたみたいだから、でもコンサートやったりして、なるほど、はい、またなんかそんな出会いがあったら教えてください。はい、じゃあ今日はこんなことでございます。またお会いしましょう。バイキュー。